皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。第77回秋季関東高校野球大会、1回戦東農大2、群馬、10から3提供3、山梨、2024年10月26日とどろき。33年ぶりに関東大会に出場した東農大2が提供3を7回コールド10対3で下し、初戦を突破した。 縦役者は7回5安打3失点関東の背番号1、山田流星、2年、だ。初回は、雰囲気に飲まれ、3連打で3点を先制されたが2回から0更新。121球を投げ抜いた。今月5日の群馬大会準決勝で8回1死から打球が右目下を直撃し降板。それでもどうやに脳震盪検査などをし、 異常なしと診断されたことで翌日の決勝も登板したタフネスエースだ28日の2回戦は神奈川横浜と対戦とりあえず1回戦を勝ててよかったけど目標はベスト4以上強豪だけど自分の投球をして抑えたいここ1年で体重は1 0キロ増の7 6キロ。パワーをつけつつある最速1 4 3キロ右腕が力を込めた どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。